調査、お前らさ、YouTube 調査もう、えってガチで。調査、YouTube さ、これはちゃうやろ。ほんまに。笑えへんで、これは。これはマジで笑えへんで。まあ、皆さん、まあ、YouTube、結構前から見てる人なら、まあ、一時期騒動になったと思うんですけど、昔、YouTube のその急上昇に、AV が、大量にその急上昇に上がってたっていう、ことが、2年ぐらい前に、あったんですよね。で、僕が、それに関して、まあ、意見を述べるというか、まあ、それに対して実況してるみたいな、そういう動画を、出したんですけど、その動画に、今日これストライクが、つきました。てか、そのモラルのないその動画を、まあ、確かに消すんだったらもう昔の動画も今の動画も関係ないんですけど、この僕がその急上昇をこれ取り扱ったのって、まあ、正直な話、これ YouTube の運営のせいじゃないですか。で、これなんでかっていうと、その YouTube のその運営が、そのアルゴリズムみたいな、そのどういう動画を YouTube の急上昇に載せるかみたいな。その、そういうのをちゃんと設定してないから、急上昇にその AV みたいな、そういう、やつが乗るわけじゃないですか。で、僕はただただ、その乗ってたやつを、その実況してただけなんですよね。で、なので、その YouTube のその不手際、その YouTube のミス、YouTube のミスで、急上昇に AV が乗ったわけじゃないですか。で、それを僕が実況してただけなのに、僕はこんな風に動画を消された。これはもうある意味陰謀みたいなもんですよね。はい、YouTube が犯したミスを、まあ YouTube 上の誰かが発信してたら、これは YouTube の失態に関わるというか、そういうことで多分僕の動画消されたんじゃないかなと思います。これ YouTube の闇っすよね。まあこれ一つの。で、この動画がもう一回消された場合、もう確信っすよね。これ、YouTube が僕の恨みというか、なんか恨み持ってるんかなと思ってるのが、僕は、普通に YouTube 調べたんですよね。僕と同じようなことを、その YouTube に、載けてる人も結構いたんです、調べたんですけど、もう PDR さんとか、消されてないんですよね。はい。なんでかなって。俺は消されたのに、PDR さん消されてないって、普通に差別っすよね、これ。同じようなことあげてたっすけどね。うん。まあ、彼は真面目な、まあ、真面目に実況してるみたいな。感じで、僕は普通に実況してるみたいな感じで。で、まあやってたんですけど、なんで俺だけこれ消す、なんなんこれ。もうこれ、なんで俺だけ消されんのこれ。おかしないこれは。はい。これ YouTube の闇やと思います。これは普通に。はい。もう僕のせいじゃないしね、しかも。YouTube が急上昇にその AV 載せるから、そんな俺にネタにされて。で、それでやられるわけじゃないですか。これを例に挙げるんだったら、お母さんがパチンコに行って3万円買って、で、3万円今日買ったからお小遣い1万円あげるよって言われて渡されて、で、お母さんが次の日パチンコに負けて、やっぱ昨日渡した1万円返してって言ったのとこれ一緒っすよ、これ。はい。やのに、ネタにされたからって消すみたいなね。ちょっとな、YouTuber ね、もともとね、まあ、しょうもないこと言って動画を消すね。陰キャ軍団なんですけど、まあ、僕にね、ちょっとこんな風に、言ってくるとは。ちょっとね、納得いかないとこなんですけど。はい。